クリスマスは今年もやってくる。楽しかった出来事。パピコの桃のスムージー。はい、これ今日発売なんですよ。11月の12日ですね。なんか秋になったら急に新商品のアイスの種類が増えたと思いませんか？なんでかだと思いますか？なるほどなるほど。実はですね、わかりません。というわけで桃のスヌーピーですよ。スムージーが何かがよく、うわ、なんか入ってますよ、いつものと違う。ほら、あ、マーケティング部、グリコのマーケティング部からのやつですよ。アンケートです、アンケート。これがちゃんと答えると今後の商品に生かされるということですよ。こんな色、この皆さんどうしますか、この蓋にちょっと入ってるやつ。いつも僕は食べません。わあ、あわわわわわ、あわわわわ、あわ、これは美味しい。なんか桃の酸味がいい感じに効いてます。これやっぱもったいないから食べた方がいいっすよ。あ、これめっちゃうめえわ。今までのパピコで一番美味しい、美味しいだろうと思って多分このグリコさんも出したはずです。なんか桃のジューシー感がすごい、もう凝縮されてるますね。あー、一本余っちゃったな。誰か欲しい人いないかな。僕欲しい。そうか、わかった。ちょっとだけだからな。うん、おいしいおいしい。桃のスムービーパチコでした。じゃあね。じゃあ、かった。じゃあな。